回る自転車これはイラストレーターのスーパーログさんという方が高校生の時に体験した話ですこのログさん埼玉県に住んでいたんですけれども夏休みにまあちょっとクラスのちょっと気になっている女の子と。 その女の子の友達とあとログさんの友達とこの男女2二でログさんの家でちょっとまあお菓子なんて食べながらちょっとまあ家でダラダラしようよっていう、まあ、そんな機会があったそうです。まあ、夜遅くまで4人でこうダラダラ喋っているとなんとなくこうペアになって。 それぞれぞのペアが、なんかこのの男女のいい感じになったそうなんですね。それで「そうだ近くに神社があるからみんなで神社に行こうよ」誰が言い出しするわけでもなくそのまま家を出て4人で神社に向かうんですログさんは気になる女の子と2人きり友達はその女の子の友達と 二人きりでそれぞれ時間差で神社へ向かいましたまあ思春期の夏休み真夜中の神社まあこのドキドキとワクワクが交錯してどん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 二人の距離も近づいていったんですねログさんはその女の子と神社のこの本殿の縁側に座って 二人で会話をするでもなくなんとなくこう肩を寄せ合ってたんですすると女の子の,この体重の乗せ方これがどん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 自分に近づいてくるんですねあれこれいけるかもロークさんは女の子の肩にそっと手を回して 月明かりの照らす神社の本殿の前でそっと切をしたんですその時間はほんの数秒がもう何分何時間にも感じられるようなそれはそれはこれが永遠か永遠とはこういうことかとそんな思いに駆られながらとにかく。 長いいをしていたそうです。どれくらい時間が経ったかふとローグさんの友達が「おーいおーい」とこちらを呼びかける声がしたんですね。なんだよ邪魔しやがってそう思いながらローグさんは彼女との唇をそっと離します。おーい、 ここっちこっちち来来ててくくれ、れに何やら友人が叫んでる仕方ないなそう思いながら彼女をそっと自分の背中におんぶして友人の待つこういうのする方へ向かうんですねすると友人は何があったのか分かんないけどもう一人の女の子とはもうすでに別れていて一人だったんです あっちああっちあっちちの街灯の下何かおかしいから帰られへん帰れない友人はそう言うんですどうしたんだ何があったんだ友人の指さす方その街灯の下誰も乗っていない自転車がぐる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  回っていたんですログさんが憧れていた彼女との初めての接吻をした夜家の近くの街灯の下で無人の自転車がぐる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 回り続けていたそうですチャンネル登録と グッドボタンよろしくお願いします